はい、どうも佐々木です。今日はメバリングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回はとりあえず最初この大和月下美人のツヤカブラ使っていきたいと思います。前回ちょろっと使ったんですけど、あんま釣れなかったんで、それのリベンジっていう感じですね。では釣りしていきたいと思います。よし、来た。よい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 。でも、はい、とりあえず一匹目釣れたのはいいんですけど、このサイズですね。超マメって感じですね。でもとりあえず一本取れましたね。ほい。釣れたのは良かったんですけど、もうちょっとサイズアップ狙って頑張ってみたいと思います。入れ食いだな。でもこれもそんなにでかくないですかね。よいしょ。 OK。 はい、さっきよりはちょっとサイズアップしましたね。はい、ここでルアーの紹介をしたいと思います。今回使ったのはこちら、大和月下美人のツヤカブラですね。日本伝統漁具のカブラっていうのをルアーテストに大和がアレンジして作ったのがこのルアーっていうことですね。で、見た目は見た通りなんですけど、で、このルアーの特徴はジグヘッド内蔵の樹脂ヘッドにより、同じ重さのジグヘッドよりもフォールスピードを抑えられて、天然羽毛によるナチュラルな波動とシルエットで魚にアピールするということですね。で、ワームをつけないでそのまま使って OK みたいですね。なんでワームがずれたり切れたりせずに使えるんで、手返しよく釣りができるのが嬉しいところですね。あとすぐに噛み切られることがないので、その辺もいいところだなと思います。重さは 1.2g と 2.2g の2種類があります。で、続いて使い方の説明ですね。基本的に底を取ってポンポンと跳ねさせてフォールさせるの繰り返しで OK みたいです。魚が浮いてる時は任意のレンジまで落として、今言った動作を繰り返すっていう感じですかね。で、場合によってはゆっくりただ巻きも効果ありとのことです。まあ、つまり難しく考えないで、普通にジグタンみたいな感じで使えば OK っていう感じですかね。
ほい、はい、これも可愛いサイズですね。丸のみっすね。ツヤかぶらいいっすね。まあ、サイズは全然出ないですけど、風釣りが楽しめるルアーっていう感じですかね。ちょっと まさに金太郎飴状態という感じですけど、結構風釣りできて楽しいですね。はい、ちょっと波高いわけじゃないですけど、ちょっと 1.2 グラムだとやりづらいんで 2.2 グラムに変更してみます。なんか重くしたら反応が得られなくなっちゃったんで、もう一回 1.2 グラムに戻したいと思います。はい、もう一回 1.2 グラムに戻しましたね。カラーは同じやつですね。やっぱ重いより軽い方がいいみたいですね。波がそこそこあるんで、ちょっと重い方が釣りしやすいんですけどね。でも重くするとバイトなくなっちゃうんですよね。軽くするとそこそこ当たりあるんですけど。あー、バレちゃった。なんてこったい。よいしょ。あー、外れたかな。外れちゃったん。何気にショートバイトなんですよね。よいしょ。お、今日一かな。でも大したことないですけどね。はい。
よいしょ。しかし全然サイズ上がんないですね。まあライトゲームのあの醍醐味というか、これもこれで楽しいですよね。はい、サンキュー。はい、という感じで今日はちょっと波も高くなってきたんで、この辺で解散したいと思います。で、最後に使ってみた感想なんですけど、まあ、結構風釣りが狙えるルアーなんだなというふうに思いましたね。あとワームをつけなくてもいいので、ワームの節約にもなるし、あとフグ対策にもなりますからね。なので個人的に思ったのが、基本的にそこを取って使うっていうことなんですけど、中層で風釣りが楽しめるような時に投入するのがいいのかなというふうに思いました。2つ入りで600円ぐらいなんで、そんなに安くないんですよね。なので変に値掛かりのリスクを背負うよりは、中層での風釣りに使ってワームを節約した方が、むしろお財布と、まあ、環境にも優しいのかなというふうに思いました。といったところで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さようなら。